ドラミちゃんミニドラ SOS はドラえもんの妹ドラミの活躍を描いたアニメ映画1989年3月11日公開ドラえもんのび太の日本誕生の同時上映作品として制作されたドラミの初主演映画でありまたミニドラの存在が一躍有名になった作品でもあるドラえもんのレギュラーキャラクターの成長した姿や 彼らの子供たちの活躍が見られることも特徴。この映画の主題歌として作られたハロー。ドラミちゃんは、その後もドラミ映画各作品やテレビシリーズにおいて登場時のテーマソングとして長年使用され続けることとなった。原作は藤子、F、藤尾、監督は森脇誠。配給収入、観客動員数、配給は伸びたの日本誕生を参照。 のび太がドラえもんに無断で未来デパートに注文したミニドラがのび太の悪質のせいで2011年ののび家に届けられてしまったミニドラを追ってドラミが未来ののび太た,たちのもとへやってきたが基本なことからミニドラはのび太の息子ののびすけたちが手に入れていたミニドラと共に冒険に出かけようとするのびすけすねじゅうジャイチビのわんぱく三人組なんとか ミニドラを取り戻そうとするドラミ。2011年の世界を舞台に大騒ぎが繰り広げられるドラえもん映画作品。ありがとうございます。